はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロヒーローズで前回の続きからやっていきたいと思います。決勝ラウンドまで来ましたね。決勝ラウンドは2試合、今日は準決勝ということで、まずはちょっと能力を上げていきましょう。ミートのコツを、一応1で掴んでるんですけど、何が減ったかなこれミート D にして、あとはなんかある特殊能力って、なんかコツつかんだっけ。相変わらずヘッスラと守備職人だけか。でアイテムってなんかあったっけ、装備とかへえ、こういうのがあるんだね。シルバーカード、これショップでアイテムが少し安く買える、こんなん持ってたっけ。魅力のお守り、好感度とかが上がりやすくなると。ゴールドカード、ほうほうほう、なるほど。あとは使うやつ、アロマグッズ、そういや持ってたな。ちょっとみんなの調子を見よう。特に鋼だな、鋼に先発を任せたいからね。鋼の調子を2段階上げられるのかな、これ。鋼、アロマグッズを吸って、もう1回アロマグッズを吸え、鋼。アロマグッズ最高って感じかな。覚醒ノート金、ヒーロー選手の経験値が50アップする。なんかこれさ、ゲームオーバーになったらなくなるっていうのが嫌だから使っておこう。俺的にはさ、スバルのレベルを上げていきたいんだけど、なんかな、微妙な感じだからね。だって鋼スタミナ69っていうのはあれかな、調子の具合も合わせて69ってことなのかな。いや、鋼使おう。牛丼差し入れると有効度が5アップする。てか有効度って何おたくり君でいいやもう。チームプレイ丸つけておこうと。こんなもんか。よーし、じゃあ決勝ラウンドに行くぜ。決勝ラウンド開始。決勝ラウンド、準決勝。うわ、円卓、神帝学園高校。あ、こいつ神帝学園っていうところにいるんだ。どうすっかな、全然総合力違えな、40くらい違うんだけど。円卓かアーサーだよな。そうするとどっちがいいかな。両方打撃は A、 こっち投球 S か。総合力で選ぶ。そうすると神帝学園高校にすっか。神帝学園高校、お前たちが次の相手か。なんともチンケな連中だな。むなんて威圧的なオーラだ。俺はグラビトン荒い、神帝学園の最終兵器といったところよ。ま、これでお前たちの負けが決まったな。なんだと、同じ高校生が同じ野球をするんだ。勝負はやってみないとわからない。残念だが同じ高校生といっても体格や素質には個人差がある。努力では超えられない壁というものだ。お前たちはこの試合でそれを知ることになるだろうぜ。くそ、燃えてきたぞ。その思い上がり許せない、必ず倒してやる。矢部君の力を借りて、しかもここはちょっとロックオンバットを使っていこう。スケスケゴーグル、これで大丈夫。守り自動君とかはちょっといいや見返りチケットとかあるんだ。魔物ちゃん人形いいね、あればだけどよし、これでいこう。オーダー、先発は鋼になってるね。矢部くん、小田切、ミカミックス、まあこれで大丈夫か。メンバーボーナス、イレブン効果コンビ。さあ、パワフルベースボールクラシックはついに決勝ラウンドということになりました。一塁側はよくぞここまで勝ち上がりました。このゲームも思う存分暴れてほしいヒーロー。そして三塁側は圧倒的威圧感、難敵神帝学園高校の登場だ。さあ、パワフルヒーロー対神帝学園高校、究極の野球能力、この挑戦権をかけ今激突です。さあ、鳥超強い、ミート B、 パワー A、 ソウル C とか1番バッターが打席に入ります。何ですかこれは。第9投げた、おお、打ってきた。ちょっと待って待って、いきなりヒットになります。1球目からいきなり打たれて。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。バットを出しません。もうアグレッシブに攻めます。アウトローによってストライク、カウントワンボール。危ない危ない危ない。おーっと、ちょっと抜けました。力みすぎてしまったか。ち
ちょっとストロー多いぞ、高根。おお、怖い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 、危ね危ね危ね、ファール。さあ、7球目。打ちました。ピッチャーに大きく、ちょっと投げるところがなくなってくるな、こうなってくると。球数を。おい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 。あ、やばいやばいやばい。ちょっとした隙も逃さないな。先制のピンチを迎えます。おー、無理だよ、いきなり1点取られた。初回に痛い失点、1対0。リプレイで、うわ、2点取られたか。さあストレート、ちょっとこれはルイを貯めていこう。おー、際どい、ボールに勢いがあります。これはこれもストライクか。追い込まれました。これはボール球だったな、やべ、これは内野ゴロ、無理だ。これでワンアウト。高速スライダー持ちか。投げた。これはボールでしょ。これは完全にボールです。投げました。ちょっと見ておこう、やはりストレートを狙った方がいいからね。打ちました。パワーがなんかねえなこいつ。1点だけでも返したい。おー、失投かよ。まずは様子を伺います。投げました。あー、これはでかいぞ。どうだ、落ちました。二塁まで走れっかな。あ、やばいやばいやばい、大丈夫か、ギリだな。素敵な二塁打を放ちます。そしてここで日野、自分なんかよりね、日野の方が頼れっかんね。ちょっとこのストレートは見送って、オーラね、さすがだよ日野。頼れるべきは日野。もうミカミックスとか言ってね、大したことないかんね。パワーいいやれば、まあ持ってくるっちゃ持ってくるからな。これはボールだね。スケスケとな、6点があるから、ちょっとずれるときは振らないでおこう。どうだ、これは切れたね。高速スライダーを入れられるとちょっと厳しい。これはどうだ、いいね。ほら、走れ走れ、鋼。ピッチャーがさ、こんなに頑張るってどうなの、スタミナに影響は出ないのかな。ミントが高い方か。ってことは弾道はあんまりないから、チェンジアップか。これはでもボールでしょ。ワンボールワンストライク。第3球投げました。打ちました。よし、逆らわずに右へ。東堂クリーンヒットだ。天狗取れるときに取る。うわー、ミート G かよ。第9を投げました。ストライク。高速スライダー。第2球は打ちました。バール、全力ストレート。外してくるのか。外してくるね。さあ次は何で来るか。これも外れるっしょ。さあ次は何を投げてくるか。打った。打球はファール。粘るよ粘る。切れていきます。ファール。これはでも、おお、いっぱいか。外側いっぱいだね。さて、どれだけで抑えられるかなんだよな。投げた。初球を打った。待って待って待って、ファースト。やっぱね、反応が一瞬遅れるよね。打球の行方を見てからね、動くからね。いや、そうしないと分かんないんですよ。簡単に言うと。よし、とりあえず塁に出て、岸本。どうすか、持ってるかな。いや、打ってこう。これはでも、矢部君、矢部君絶好調だからな。そうしていくか。外れた。第2球。投げました。どうだ、これは、おお、やべえ、さすがだよ、矢部君のね、調子を上げてる甲斐があった。リプレイで勝ち越しのシーンをご覧。かっこいい矢部。さあ、さて、日野。強い勇者こと日野。本当勇者だよお前。高速スライダーはボール、カウントワンボール。日野がね、マジうちの勇者。さすがだよ、本当にこいつは強い。それでは
おお、でもやっぱりね、点をね取られるのか。この凛々しい立ち姿が見る者を魅了します。初球を打った。よし、オッケー。東堂ナイスなバッティングです。ここで、あー、こいつはでも3打数の2安打。調子できた。しまったしまったしまった。ゲッツーは、うん、まあ免れたな。よし、進塁打ということで、よしとしよう。下位打線だからな、ここから。ただおお、これはなんかボールは中継、うん、青山いいバッティングを見せました。土本くん、ヒーローズなおもチャンスが続きます。初球を打った。ライダー破った。ヒット、レフト前ヒットになった。オーケーオーケーオーケー。さってきたよ、矢部くん。君にはなおもチャンスが続き、活躍してもらおう。どうだ、いいね。よし、これはもう点の取り合いだな。ここは4点差か。ピッチャーがどれだけ踏ん張れるか。うおー、7対9。第9投げた、渾身の直球ストライク。スライダー。吉見君もさ、すげえピッチャーだよな。コントロールが若干ないのか。ちょっと待て、危ない危ない危ない。バールボール、カウントワンボールツー。チェンジアップ。うおー、やられた。村石君になってるね。これは結構代打を出してもよかったかな。うーん、上がりすぎちゃったね。さあ、ボード、この凛々しい立ち姿が見る者を魅了します。 F だよな。しまった。ホームラン持っていけるっていうのが矢部君の活躍で分かったから。スリーアウトチェンジ。さて、これをなんとか抑えないといけないけど、村石君ちょっともう負担がないな。一応全員先発と中継ぎ抑えの適性はついてるのか。誰に任せるかだな、最後。山口だな、やっぱりこれは。さあ、まずは初球、まずはストレートから。初球見送ってボール。で、フォーク。投げた。うおっと、あったのか。三遊間ライナーで破った。2点差は本当怖いからな。マジかよ。サード、よし、ナイス。ヒーローズ、最後きっちり。いやー、危なかった。パワフルヒーローズが苦しんで苦しん、いや苦しんだよ。本当に辛い戦いだった。勝ったでヤンス。9600円しかくれない。これは点差的なものかな。負けたぜ。素質だけじゃ試合は決まらないもんだな。お前らのパワーの秘密、近くで見せてもらうぞ。これは今回一人だけか。こっち第2弾使うのがいいかな。設定し直しますか。いいや別に。じゃあ行動して、対戦グッズマート、これはもうロックオンバットも買わないといけないからね。ガンダープラも買って、ロックオンバット買って金がなくなったさてどうしようかな。10,700円。あれ、これさ、矢部くんのやつ買わなければ買えたの。もしや2800円、2700円、買えなかったか。あ、売買切り替えなんてあるじゃん。売れるんだ。クラブの化石3個集めると。あー、なるほどね。なんか言ってたね、そんなの。うん、でもまあいいや、ちょっとこれでいくしかない。小田切君が変な草を差し入れた。変な草ってなんだよ。キャッチャー、キャッチャーじゃねえし俺。でかいな、この犬の像。あ、本当だ、よく見てガンダーの像じゃん。ないよ説明しよう。文献によると、この犬の像は、その話聞いてんのかな、というわけだ話の中身大したことなかった。遺跡のことで堀杉さんの知らないことありません。あんた結構フォローしてたよねあ、なるみくんでやんす。なんかぼーっとしてるな。まあ声をかけるか。どうしたんだ。なんでもないよってさて、俺も練習に行くか。あいつに勝つために。調子がいっちゃよかった。いいね。
本当に決勝で戦えるよなってどういうこと？なるみのライバル。行動。金がないからな。バイトしときゃよかったかな。どうしようかな。公園に行くか。マネージャーと仲良くなってどうなるのかよくわかんねえかな。ここはまあじゃあちょっとスバル、これ多分経験値上がるよね。スバルの、お、技術がめっちゃ上がった。おー、スバルの経験値51も上がったよ。なるみ、お前との約束通りここまで来たぞ。ありがとうミカミックス、これでやっとあの時の借りを返せる。借り？お前に負けたあの試合のな。あったっけなそんなこと。引っ越す前の日の試合、俺は一度もお前を抑えられなかった。ヒットすらまともに打たれたことがなかったの。1打席もでやんすか。しかも最後の打席は逆転のホームランだ。今からも顔から火が出そうになるあの日のことは。たまたまなんかじゃない。俺はあんな日が来るって昔から思ってたよ。時々だけどすごいプレーをするからなお前は。そうだなって何。いや、やっぱたまたまだよ。父さんにも感謝しないとな。お前が大会に出場できるように動いてくれたんだから。そういうこと。やっぱり仕組まれた招待状だったのか。思い出した、お前の父さんパーテリの今は社長だよ。コネって嫌いなんだけどな本当は。なるみくんがそこまでミカミックスにこだわる理由、ただのミカミックスくんでやんすよ。全くその通り、矢部くんの言う通りですよ。ただのライバルだからな。かっこいいでやんす。これも間に合ったよ。なんでやんすこの変化球は。ランブルフォール完成したのか。決着をつけようぜミカミックス。早球1、初球1、いいね。スケスケゴーグルがないっていうのがねかなり不安だけど、筋力とか全然てかさ、全然ポイントがさ足りないんだけど。とりあえずどうしようかな。初球から打っていこうかな。初球丸がどれくらいで手に入るか。47の47、63、結構きついね。コツ1だとやっぱちょっときついよな。ってことはミートを上げていこう。ミートを C にして、一応敏捷も上げていくか。あとパワーをな C にしたかったんだけどそれはしょうがない。でチームの状態を見て、絶好調だなみんな。鋼、やっぱり先発はちょっと鋼に任せるしかないからな、スタミナ的に。使いましょうアルマギッツを。鋼に使ってよし、調子アップ。さて決勝ラウンド、ランブルオーシャンズ総合力 310ABAB って強えよな。うちのチームってどんくらいなの今。で矢部くんの力を借りてロックオンバットも使って、よし OK。 さて先発は鋼。だいぶうちのチーム調子いいね。向こうなんか森川とかいるんだけど、森川ってあの森川、これ見れるのかな。まあいいや、後で見よう。イレブン効果コンビ、結局誰を仲間にするかにもこういったコンボだね。発動させて、ファイナルコロシアム上空からお届けしております。一塁側は誰が予想したでしょうか。ヒーロー対するは鳴海優斗を中心に走攻守全てにおいてレベルの高い選手が揃ったランブルオーシャンズ。渋沈とかいるね。さあパワフルヒーローを使いランブルオーシャンズ、誰だっけ選択のやつ。勢いに乗るヒーローズか、それともランブルオーシャンズが格の違いを見せるのか。両チームともに真の底力を思う存分ぶつけていただきたい。いよいよ究極の野球かっこいい鋼。あ、森川だね、やっぱり森川も意外に強いからね。さあ少年のようなレンジャー森川学です。まずは初球、あとはコンピューターのレベルがどれくらい強いかだからな。結局はよしナイス。少し記憶でしたか。ストレートはストライク、際どいね。こういうね、こうカーソルをね止めてるつもりなんだけどずれちゃうんですよね。引っ掛けた、
これは、よし、オッケー。一塁踏んでアウト。さあ、岸田拓です。来た。2位と S だっけ。ローボールヒッターか。ローボールヒッターでもだって低めに集めないとダメだよね。低めいっぱいストライク。まずは決めてきました。よしよし。あれ、さっきのストライクになったの？ボールかと思った。顔の前でまた通過させよう。危ないボール。これはいけません。低めのカーブ。センター、いい当たりだ。センター。ヒノッタンカここでヒットが出ます。ヒーローズ先生のピンチを。こいつもさ、もうピッチャーのくせにさ、野手能力高いってずるいよね。抜いていった。満塁になってしまった。ここで終身か。投げたストライク、インドへ。これは見送ってボール。外ギリギリのコースです。よし、これで振ってくれればいいんだけど、さすがに振らないよな。先制のピンチ。どうかよ。打ちました。打球は右中間に上がった。うん、無理だ。三塁ランナーホームイン。ヒーローズ。ここで2点取られるからな。二点取られた。こんな感じか。投げました。打ちました。カットボールか。一塁へ送る。なるほど、カットボールもね、慣れれば結構狙い目だからな。初球はランブルホール見送ってボール。別に普通のボールだな。普通のフォークボール的な感じだな。マリンボールのフォーク版みたいな。打ちました。ありゃダメか。これでツーアウト。さて、お互い胸に秘めた思いはいかばかりか。余裕並び立たず。初球打ちました。お手元の当たりはセカンドゴロ。先に手を出しすぎてしまったか。日野。さあ初球。いや別に普通だよね、ランブルホール。むしろさ、ピョンってなるからさ、球種の見極めができる。ああ、カットボールか。さあ4球目。直球から追い込まれています。さあ仕留められるか。カットボールか。むしろこっちら辺の方が嫌だな。さあ初球は、初球を打った。よし、とりあえずよし、塁に出てくれた先頭バッター。ただこっから下位打線なんだよね。おお、森川、お前マジか。さすがだ。おお、かっけえ。森川のくせに。しかしこっちは、やべだ。初球引っ張った。ぐーんと伸びて左に切れていけました。打った。レフト方向へ持っていきます。取って、これで3アウトチェンジ。いや、さらに1点取られたか。まずは初球カットボール。カウント1ボール。インコース引っ張った。よし、いいね。これは走れないか。ナイスヒットです。さあ我慢の。これをどうするかな。ミート打ちできた。やっぱり投球これから2球目。ランブルボール見送ってボール。カウント2ボール。投げた、打った。カウント2ボール1ストライク。打ちました。やばい、これはゲッツになる。最悪だ。小山みやびです。さあ目が離せません。初球を打ちました。ドテボテのセカンドゴロ。マジでパワーが低すぎるんだけど、こいつら。スリーアウトチェンジ。スケスケゴーグルがないと無理だ。ここはなんとか追いつきたい。さあ霜が出てるのか。これはなんとかな。スンって1点でも倒したいからな。さあ3球目、打ちました。かすっと。よし、これはヒットになります。ただ次な、気持ちのいい当たりを。誰だこいつか。ちょっと代打出せるやついるかな。キャッチャーを変えるってことでしょ。そうするとグラビトン新井とか。あ、確かにパワーはあるよな。どうすっか。ここはちょっと別にユラもな、すげえ能力があるってわけじゃないからね。よし、グラビトン洗いに変えよう。さあ今大会切っても、ま、
初球は、これはまずはボール、間一発かわした、インコース一発狙っていくよ、もちろん投球3球目、俺これは満塁策に出てくるかな、さあ4球目、あー外してきたね、マジか、ちょっとさすがに誤算だったな、小山か、目が離せません、打った、これはスタンドに入るか、さあ次の球、内角高めストライク、やばいな、次はどう攻めるのか、これはでもさすがにボールでしょう、攻めてきます、打ったぞ、よしナイスだ、走れいける、一気にホームお前のならいける、いい試合になってきた、それでは先ほどの大山くんナイス、そしてここで土本、打席には9番バッター、いい当たりだ、オッケー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 、3塁まで行けるっしょ、走れ、ここで1番やべだよね、大凍結がいるのかよ、マジかよ球速170キロとか異常だろ、いや、やべ無理だ、さらに勝ち越しのチャンス、さあやべの時間がやって、あーこれでかいぞ、でかいけど取られた、おいおいおい2点取られてるよ、さあ攻守高田の小田切の打席です、さあ早めに追いついて自分たちのペースに持ち込む、初球を打った、よしまずはルイン出る、オッケーオッケーオッケー、この状態小田切ヒットを放ちました、今日初めてのヒットになりました、ここでさあキャプテン、またのキャプテン、俺の力を見ろ、さすがだ、よし、まあ多分大攻撃はストレート主体だからな、そしてここ最高の勇者日野、170キロのストレート、あり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 あ、球場がでかいか、いやでもいい働きをしてくれた日野の足ならな、多少は走れるからね、ここでも5番バッターか、待って、危ない危ない、多分大高血は普通に重い球をね持ってるからね、うん、どういいね、これは走れるんじゃないか、日野だったら突っ込め日野、よーし逆転、8回に来て逆転、大豪傑を引きずり下ろして最後、コントロールがめちゃくちゃいいね、あーやっぱこれはゲッツーになっちゃうんじゃないかな、この1点を守りきれるかどうかだよな、どうする村石くんか、村石くん大好きだな、結構ピッチャー投入したね、スバルはな怖いからな、かといってな田中山もな、あーこのまま続投でいくか、スタミナはまあ1人抑える分くらいはあるね、この低めのストレート、よしで高速スライダーか、おおいい、怖いマジで怖い、できれば振ってもらいたいけどなかなか振らないよな、そうか、おおこれは怖いよ、マジで怖いんだけど、あーちょっと無理だ、ちょっと変えよう、もうどうする、左でいくか、尾崎お前に頼んだ、お前に託すぞ、打ちに食い込む、カットボール、ボール、さあ来るか、さて外へ逃げるシュート、シュートよしナイス、ヒーローズやったぜ、イエーイ、いや日野お前だ、本当に MVP は日野だ、腕立て伏せするのかと思った、ひでえなお前いやでも俺もホームラン打ったからね、ちゃんと両チームのキャプテンが歩み寄ります、がっちり握手、熱き男の友情はやっぱりな、この大きな揺れはこうなるんだよね、ん、あとこれはなんだ、
球体のようなものが突如我々の目の前に現れました。もしや究極の野球能力に関係しているのか。みたいな。何やっちゃってんの。お、武器死んだ。誰にかヒーローズキャプテンを突き飛ばした。あれ、やっぱりお前が欲しかったの。まさか、まさか。やめるでやんすみたいな。やっちゃった。あ、なんだこれは。ナルミの体がどんどん球体とともにスーパーサイヤ人になった。俺は怒ったぞ、フリーザー。何が起こったんだ。お、こいつらは。いや、俺ちょっともうぎっくり腰なんだけど。6対5でパワフルヒーローズ、結構さ、結構余裕だよねこれ。決勝ラウンドクリアーってさ、余裕の表情だよ。はい、というところで、じゃあ決勝ラウンドをクリアして、まあお決まりの展開になったところで、今回はこれで終了したいと思います。まあうまくいけば次回、最終回というか、まあこのミカミックスの育成は最終回になると思いますので、まあよかったらまた見に来てください。最後までご視聴ありがとうございました。